小形源次は日本の柔道家。京都武戦や行動館で修行した後選手として、昭和天覧試合や全日本選手権大会等で活躍する一方、指導者としては大日本部特会や三重県警察部を経て、生まれ故郷の山形に道場を構え多くの門人後の育成にあたり、山形柔道会の大家と知られた。山形県山形市は宮町三丁目の生まれ。 山形第三小学校高等科2年の頃、おじが、充術の先生をしているという小柄な友人、西村弁蔵が休み時間に体操場で56人を前に三沢美真似で大柄な友人、三沢英介に、後ろから両手で抱きつかせたのを外し投げ技を仕掛けたところ、大きい体が、風車のように飛んで地響きを打って転倒し目を、回しながら気絶してしまい、友人一同びっくり行転。 この時は駆けつけた学校の担任、今野先生が、バケツで水をぶっかけて、息を吹き返すことなきを得たが、これを見ていた尾形は驚くと同時に充実に、大変な興味を抱いたという。1906年に、旧正山形中学校に入学したのを機に、新城藩の充実師範であった天野氏の子息である、天野隆太郎の門をくぐり、そこで、旧神流の張り物毛や締め技を習得した。 中学3年時に大日本武徳会山形支部の大会で来県した磯貝はじめの妙義に見せられ、柔道を専門に学ぶことを決意する。1911年に武徳会武道専門学校が創設され、磯貝が教授を務めると知った小形は貧しい親に、頼み込んで武線に一期生として進学。同窓には、後に鬼瓦で知られる倉田太一らがいた。 尾方の技の特徴として、立っては、背負い投げや、体落ち、吊り込み腰、大外刈り、跳ね腰、払い腰、もえ投げ、浮き技といった多彩な技を自在に使いこなし、どの技も単なる崩し技や連絡技ではなく、相手を確実に一本に仕留めるだけの威力を持っていた。寝ても固め技、締め技、関節技の変化に富み、とりわけ締め技に関しては、 総襟絞りと横絞りを得てとして竹千二年時には寝技の稽古中に磯貝はじめ主任教授を下から締め落としたこともあった。小型曰く締め技は投げ技、固め技から自然に入り、その要領は相手の背後から首に紐を巻きつけるごとし、どんな大男や力持ちでも子供から紐で締められれば気絶する。これが柔道における締め技の大きな利点であるとのこと。 竹戦二年生の夏休みを利用して、友人二人と富士山登山をした人に、東京の行動館に立ち寄った際、武徳会二段の大型は白帯を巻いて、行動館の稽古に参加した。初日の乱取り稽古で、慶応大学学生の黒帯を相手に、横捨て身技を仕掛け鎖骨を骨折させてしまい、平身抵頭して謝罪。その後も白帯の大型が黒帯を、 面白いように投げるので胸肩逸郎漢字の取り計らいで体の大きい二段くらいのものと乱取りを行い、これは互いに優劣なく引き分けた。翌日、道場には小形源氏には二段に編入素の張り紙が掲示されていたという。1914年に成績優秀で武線を卒業すると、同校の女子を経て後助教となり、日本大学行動学院並びに、 行動館高等柔道教員養成所の本科を終えた。この頃、三段位の尾形は、行動館の紅白時代に、白軍大将として出場し、相手片行軍に、駒井茂次二段、鯨岡隆二段、桜庭武志三段、小田紅谷三,三,三段の四人を残して、尾形の出番が回ってきた。 小米戦ではまず釣り込み越しで腹ばいにさせると、大柄な小米を背後から締めて一本勝ち。東証鯨岡とは、寝技の攻防となって下から、腕座十字肩に極めた。続く、東京講師首相の桜場は、ともえ投げで一戦し、これで三人を抜いた。四人目となる相手方大将の小田三段は、常種竜と世に知られたほどの寝技の名人で、 試合では、予想通り小田が寝技に誘う展開に、身長1 7 2 7トル、体重 75kg で寝技にも、自信のあった小型は、身長1 6 0トル、体重 65kg と自分より、小柄な小田の誘いに応じた。上から、下から互いに秘術を尽くして揉み合い、小型が、北条司法肩に抑えたが4試合目の疲れからか、 脇がやや甘く逆に返されて小田の上四方型に抑えられ逆転の一本符を起死した。後に小方は返されて抑え込まれた固め技は容易には逃れられない。さすが、常田根流はうまいと語ったが、この大会での活躍をもって京都に小方あとの名声が一気に広まった。学校制度の改革に伴い1919 19年に 武線を辞任すると、三重県警察部市班となり、翌1920年に、故郷、山形県に戻ってからは、旧正山形高等学校や、母校の山形中学、第二本部特会山形支部にて指導を行った。この間、1921年9月には、柔道教師の称号を排除している。1929年5月の5対0、記念展覧武道大会では、 当時の柔道家にとって最大の栄誉である指定選手32人の一人として選出。指定選手の武芸は46歳で最年長出場の天野品氏や40歳の福島聖三郎、39歳の村地清二郎ら往年の名選手たちがかつての有名にニズ揃ってリーグ戦敗退を喫す中、37歳の大型は三船門下の白井誠一や怪力で知られた。 朝鮮の古沢官兵衛、境内での安倍大六に競り勝って、決勝トーナメント進出を決め、古豪の中では一人気を吐く形となった。決勝トーナメント1回戦では、名人、三船の皇帝で、三船二世との呼び名高く警視庁師範を務める32歳の佐藤金之助六段と相対。開始早々に、小形の横捨て見技が佐藤を捉えるも、投げられた佐藤のが、 お形の顔面と激突するアクシデントで両者悶絶。左目の上まぶたに裂傷を追い先決、激しいお形は救護室で手当てを受け、一針縫って包帯で片目を遮られてしまったが、それでもお形は医師の静止を振り切って試合場に再び上がった。再会後、両者は組合いながら、互いにチャンスをうかがい動き回った後に、佐藤が一気に勝敗を決戦と、 大内狩りに出れば、尾形はこれに、引き手十分の返し技で応じた。宙を舞いながらも体を空中でひねって、難を逃れた佐藤に続けざまに寝技に引き込まれた、尾形は、激しい攻防の末に、北上四方方に抑えられてしまう。これを逃れようと必死に抵抗する尾形だったが、包法したまぶたの傷口が破れてしまい、包帯が、真っ赤に染まる不運も重なって、抑え込みは解けず、 一本負けを喫した。後日談であるが、怪我をしても試合を続けた理由を問われた尾形は、救護室での治療中、上京する際に、山形駅に見送りに来てくれた山形高校や、山形中学の教え子の感激に満ちた目が、まざまざと浮かんできた、山形で、自分の勝利を祈り続けてくれてる弟子たちのためにも、たとえ片目でも戦い続けなければならないと決心した、と語っている。 翌1930年11月に、行動館主催の第1回全日本選手権大会に、専門青年前期の部で出場した小形は、順当に勝ち上がり、優勝候補の特産法を破り勢いに乗る熊本の宇ド・トラオと決勝戦での1時間の激闘の末に、優勢勝ちを収めて選手権を獲得し、38歳で、ついに柔道日本一の称号を得た。 稽古相手に恵まれない東北の小さな町で、独自の苦行難行を自らに課すことで鍛錬を続けた尾形は、天覧試合や全日本選手権に出場した30代、後半の時でも25歳頃の体格を維持していたという。その後も、京里、山形に活動の拠点を置いて1946年に、自故自林地に開設した桜武市街道場を中心に広く、 山形県で後進の指導に汗を流し、山形県有段社会副会長や、山形県柔道連盟顧問、山形県柔道政服実司会会長といった養殖を歴任。1962年11月にはその功績から行動館球団に列せられた。晩年には、育文堂書店により、柔道修行70年の解雇と会話を出版しており、本の中では、 尾形の趣味である素人離れした水彩画も目にすることができる。80歳を超えても山形柔道界の大家として後進の指導に当たったお形は1978年にその生涯を閉じている。ありがとうございます。